ちは、トミーです。今日は春メイクをご紹介します。ぜひご覧ください。ではどうぞ。はい、ということで最近はもうすごくあったかくなって、ね、洋服もちょっとずつ変わったり、コートいらなくなったりして、メイクもね少しずつ変わってきたので、ハイメイクをご紹介します。では下地から塗っていきます。じゃん、こちらナーズのソフトマットプライマーです。これはメイキャップベースを塗っていきます。こんな感じで真っ白なんですけど、色はついてなくて、この間そのナーズの新作発表会に行ってきて、これが3月24日発売のプライマーなんですけど、これあのヘアメイクさんにやってもらったんですよ。その時にすごい良くて、この中心から塗る方がいいそうです。今回 NARS の、 そのファンデーション今日も使うんですけど、なんかねマットな質感なんですよ。今まではクッションファンデとか割とツヤ肌系が多かったんですけど、今回マットらしくて、そうあんまりマットのベースを使ったことなかったんですけど、乾燥しがちなイメージあるじゃないですか。でもねこのやつは乾燥っていうよりは本当になんていうの、滑らかなスルッとした肌に仕上げてくれる感じ。これもソフトマットな質感です。はい、塗り終えました。そしたらファンデーションですね。こちら NARS のソフトマットコンプリートファンデーション、もう私はデシャベルかなを使っています。これは自然な肌の色、教えてもらったんですけど、手で塗ると結構カバー、しっかりカバーって感じで、筆で塗るとふんわりする感じ、自然な感じらしくて、私は今日は手で塗ります。あと最近ねニキビ跡がニキビができちゃって、季節の変わり目だからかな。結構しっかり伸びがいいっていうよりは、さっきの下地の上に塗るので、なんて言うんだろう、ちゃんと密着してくれる感じ、わかるかな。カバー力すごいあるんですよね。全体的にお肌にのせた後に私は筆でなじませます。これも中心から塗る感じがいいそうです。はい、軽く伸ばしました。で筆でなじませていくんですけど、このシューのアンリミテッドメイクアップフィックスミストマット、これをちょっと筆に振りかけて、これで伸ばしていきます。もう本当に乾燥四六時中年中無休、いや四六時中乾燥肌なので、やっぱりマットだとちょっとね不安なんですよ。なのでこのミスト最近よく使ってる。めっちゃ綺麗です。これ肌が滑らかになる、しかも軽い感じなのでしっかりカバーしてくれるけど、ナチュラルな感じ、ナチュラルにマットの肌を作れる感じがいいですね。これも3月24日発売、こんな感じ。はい、今度はこちらです。ナーズのじゃん、こちらはソフトマットアドバンストパーフェクティングパウダーです。これがねめちゃすごいんですよ。これを塗ると塗らないとで全然違くて、粉飛びがちょっと結構するので、そこは気をつけてください。すごいこれをやると滑らかになって、キープ力も全然違う。こんな感じでちょっと粉飛びはしちゃいますが気をつけてください。めっちゃ飛んじゃってる。なんかNARSのもともとライトリフレクティングパウダーずっと使ってるけど、そっちはツヤって感じ、肌を内側から光を与えてくれる感じで、これはマットなんですけど滑らかに肌を整えてくれる感じ、どっちも好きですね。うん、全然やっぱやるとやらないと違う。ではでは眉毛を描いていきます。今日はロムアンドのハンオールシャープブローのマイルドウッディです。これはめっちゃペンが細くて描きやすい。最近はでもあんまり描かない方が好きなので、ちょっと出すぐらい。なんか美容液塗ってたら眉毛も生えてきたので、そんなに眉尻ちょっと出すぐらいかな。こっち側も
したら、こちらはロモアンドのハンオールブローカラー、眉マスカラですね。この色ブラウンです。眉マスカラ私最近そうずっとしてなくて、普段もう最近するようになったんです、なったんですけど、やっぱ眉マスカラはした方がいいですね。眉毛がなんか立体的に立ち上がってくれるから。最近ずっと髪が明るい、あの 赤いので、そうなんかね、今までずっと眉毛は赤みのある色を使ってたんですよ。でもやっぱシンプルベージュも可愛いですね。はい、塗りました。はい、そしたらアイメイクをしていきます。今日はリーカのパレットを使います。これは新作のパレットですね。じゃん、春っぽい、可愛い。こちらの色をベースに塗っていきます。これはマットですね。なんかベージュの色なんですけど、ちょっと濃いので薄く伸ばしていきます。この色かわいい、なんかキャラメルみたいな色ですね、うん、はい、塗りました。こんな感じ。そしたら今度はこちらの色を二重幅と下に塗っていきます。うん、結構ね細かいパールが入っていて、重ねると割とはっきり発色してかなり春っぽいですね。可愛い。うん、こんな感じ。下まぶたにも塗っていきます。ちょっとこの付属のチップで塗ります。これはでも黒目の下あたり塗る、塗って動かす。うん、可愛いです。こんな感じ。はい、そしたらこちらのこのラメラメを塗りたいんですけど、こっちの色がこんな感じ、結構なんていうんだろう、ヌーディーというか、光によってすごい反射するんですよ。これがめっちゃ可愛い。これがゴールドパールかな。こっちの色がこんな感じ、こっちもめっちゃ可愛い。こっち金箔みたいですね。可愛い。今日はこっちの金箔っぽいのを使います。徐々に日が暮れてきちゃった、やばい。お、目尻のところからふんわりのせていきます。もともと二重幅にのせたやつも結構しっかりパールがあるので、ふんわり、かわいい。はい、そしたら今日はこのシューのラメラメを使います。こっちの色こんな感じ。これも結構しっかりラメとパールが入ってますね。今日はもうパール祭りですね。これはちょっと目頭のところにポンポンとのせます。こんな感じ。はい、そしたら今度はカラーアイライナーを使います。黄色で目尻に描いていきます。ヌスのねアイライナーは発色良くてめっちゃ描きやすくて、最近はいつもずっと使ってる。でも黄色はその中でもなんていうんだろう、肌に馴染む感じなので、ちょっと下手してもね大丈夫そう。目尻に引きました。こんな感じ。そしたらブルーもちょっと足します。黒目のところへんに、うん、かわいい。ちょい足しでかわいいです。はい、そしたらマスカラはアニベンのダブルカラーマスカラです。これも新作なんですけど、これはねベージュ、こっち人気のベージュで、もう片方が
オレンジなんです。めっちゃ可愛いですよね。で今日はちょっとアイラインを派手にしたのでベージュを塗っていきます。でもなんか上ベージュ下オレンジとかでもめっちゃ可愛い。今日は全部ベージュにします。最近まつげパーマをしたのでまつげちゃんが上がっております。やっぱメイクがすごい楽ですね。いつも美容室がグッドシング東京で髪を染めてもらっていて、その後にそこマツパもやっていて、カラーしてもらった後にマツパしてもらってるのですごい楽なんです。しかもそこのエリさんがマツパがめちゃくちゃ上手で、私の細いまつげもめっちゃ上がってくれてるんですよ。かわいい。このベージュこんな感じ。今日は下にも塗ろうかな。アニメンのベージュは発色が良くてかわいいですね。こういう色素を薄くしてくれるのでかわいい。はい、そしたらチークはこちらスックのピュアカラーブラッシュ09番。最近はいつもこれを使っています。ほんのり色づいてくれるので広めに塗っています。これはツヤも出してくれるんですよ。このナーズのねマットのファンデーションと相性がいいですね。肌ベースはマットなのでチークがツヤだとこういう感じで光が当たった時に綺麗に見えていいですね。ちょっと首のラインを軽くのせます。はい、はい、ではあとはリップですね。今日はロム&スクシーです。ロム&のバレーグレープ25番。これティントなんです。これがめっちゃもっちりするんですよ。ツヤンツヤンにしてくれる。プルプルか、可愛くないですかこの色。しかもね香りがめっちゃいいの。こんな感じです。めっちゃもっちり。ティントなので落ちにくいし、最近これがポッキーに入ってることが多いですね。こんな感じ。プラスちょっとやっぱ春なのでプルプルにしたいのでグロス、ナーズ、これもナーズですね。チョコレートみたいな色、ブラウンベージュを中央にのせます。このピンクとのリップの相性がいいですね。ちょっと大人っぽくなりました。こんな感じです。完成しました。はい、いかがだったでしょうか。トミーの春メイクをご紹介しました。いつもコメントでも男性でもトミーさんのメイク見てますって言ってくださる方とか多くてすごい嬉しいです。いつもありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。